はい、ということでやってまいりました。アリーナが更新されました。来ましたね、名前何でしたっけ。この子の名前何でしたっけ。あ、ゴーレムか。ゴーレムの中で女神、え、女王様ゴーレムでいいか。女王様ゴーレムがやってきましたね。これはあれか、2期の、まあ、OVA っていうのかな、番外編のお話ですよね。の出ました女神様、女王様ゴーレムということでございまして、ですね、まあ、とりあえずはですね、一旦はまあ、闇でなんか組んでたやつを使っていこうかなっていうことでございまして、で封印かな、封印をやってくるみたいな感じで、一応魔法の方が通るんですよね。でもその魔法全然僕いなくて、あのアルエのね、通常の方のアルエとかを持ってなくてね、いやめちゃくちゃ欲しいんですけど、ね、当たらないので、まあ一旦は先頭の3人で、あのなんだ、火力を稼いで、で後ろの2人で殴ってもらおうかなということで、で封印はもう無視封印は諦めまして、もう耐性だけで、なんとか属性耐性だけで、頑張っていこうかなとは思いますね。はい、何だっけな、暗闇とかが入るんでしたっけね、確かね、が入ると思うんですよね、確かね、あの間違ったらごめんなさい今回からね、公式のツイッターがね、結構細かく解説してくれてたのでね、まあとりあえずやっていきましょうか。一旦これでやってみます。いやもうマジでね、持ってないんですよね、まあ、カズマその星2、あれカズマ入れてもいいのかなと思ったんですけど、まあちょっとまあとりあえずいいかなっていうことで、一旦これでやっていきたいと思います。まあ一旦ね、いつも通りそのなんだ、火力は結構細かく調整しつつ、火力とかあれは調整しつつやっていきたいなと。まあ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 、でもまあエルカちゃんとメリッサが先に攻撃してくれそうなので、これでまあ先に攻撃します。で、そうそう、これで攻撃します。あ、ちょっとめっちゃ早くしてたな、それは忘れてた、申し訳ない、早押しすぎた。はい、やります、殴ります。ダイリスが殴る、うわ火力高っ火力高すぎるやろ今の、やばすぎるやろ今の、どんな火力やねんピチンって普通攻撃だけで、あの火力か、なかなかに、なかなかやな、そこばっか殴るやんめっちゃメリッサ狙うな、なぜ。一旦これか、これ殴ります、体勢下げます。まあ結構でもなんかもう結構先頭の3人でなかなか、おあーエリカちゃんが、いったそか、ここを言います。ここどうしたっけ、まあ、先から生きるか、 OK、 これ殴ります。時は来た、で、ほい、メフミンがな、やっぱそのタブレット魔法を打ってもいいのかどうかってところなんですよね。なんかもうちょっと、でもまあ時間的にまあ打ってもらうか、打ってもらった方が早いね。打ちます、ドーンこれで1万3000円やからな、なかなか厳しいよな、大きくクリティがいいよ、マジ、なんでそんなめっちゃ的確に狙ってくるな、やばいぐらい的確に狙ってくるやん。いや、こうなるんやったら一旦エグミン置いといた方がよかった感あるよな。いい、うおはいやいやいや、火力高すぎる一発一発の火力が高すぎるよいや、なかなかきついな。まあまあ、でもなんかメリッサをあんだけ集中狙いされなければもうちょっと火力稼げるのかなと思いますね。まあ結局ね、またなんかメリッサゲーみたいになって申し訳ないんですけれども、またちょっとね、僕あの本当は魔法パーティーで組んでちょっとやってみたいんですけど、ちょっと魔法マジでいないので、ちょっと今回はちょっとメリッサでやっていこうかなと思いますね。ちょっともう一回ちょっとやってみましょうか、このスパン、よいしょ、まあまあ大体フロートでいけるのかなということは分かったので、まあいいでしょう。これこことここでまずは倒します。でそれ、ナイリカちゃんの全体攻撃とこの2人の単発攻撃で死ぬんで、結構雑魚的は楽ですよね。大丈夫、ちょっと殴られないでね、よしよし、いいよ、これで殴ります。で、あー、これ殴る、 OK、 いいよいいよいいよ、全然全然いい流れです。で私一人で殴ります。どなたです、
殴ります、殴ります、殴ります。ここでそうか、これあれか、攻撃力バフこれ2段階上げてんのか。それ結構痛いよな。これが結構多いね、クリティカルいいよ。ほう、これは魔法攻撃から関係ない。オッケーオッケー。なんか結構相手からの封印でしたっけ、封印は全然かからないね。これありがたい。いいよいいよ、とにかくメリッサに殴らせてもらいたい。いやー本当にね、まあまあこういうねアリーナなのでね、ガン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 ね。おいよクリティカル、わあ2000 2000かやってんな。2000は2000やりすぎじゃない。一撃で仕留めてみせましょう。2000かなかなかに厳しいな。いいよクリティカル、いけ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 、行きなさい行きなさい。クロワどうや、おいいね、結構でも結構全体的にやめてやめて、はあやばいでしょこれマジで。いやこれ、いや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 、やりすぎでしょ。さすがにやりすぎじゃないそれ、おかしいでしょマジでさ。いやおかしいってマジでさ、どんだけ火力高いね。いよいよよしよしよし、いいいいですか。いやーめぐみどうしようかな。でもこの体力はね、戦闘やからもう打ってもらうエクスプロージョン、いやもうちょっと残ってほしいけど、これで殴られて死ぬのが一番嫌なんで。あでも暗闇かかったんか、残っといてよかったな。身動き一つ取れません。やめて、よしよし、あーじゃあ残っといてよかった。ミスったな、これはミスった。あでもゆっくりからいいよいいよいいよ、で、はい、打ちます。いいよいいよ、打て、いけ、ガンガンいけ、やめてやめて、くっ暗闇頑張れ、くれてか。ああミスさ、これいけるね、必殺技まで持っていけるよ。いいよ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 、やめてやめて、カーミリスさんここで死んだ。いやーここか、痛いすぎる。今あれ多分だってミリスさんが殴れてればスコア20万超えてたでしょ、そうしたら結構伸びてたな。いやマジでやばいでしょ火力これ。うん149か、まあまあとりあえずね150ということでございましてね、まあまあ初見でねやってみたということで、これあればまあでもなかなかにやれですよね。なんかそのなんだ、いやとにかく火力が高すぎますよね。だから相手からの、まあ、その状態異常をなんか気にせずに、とにかくやっぱりこのやっぱそのこのなんだこのアクセ、しっかりとねこのアクセをレベル上げていかんと厳しいかなとは思いましたね。いや とにかくそのなんだ、相手が攻撃力を2段階上げてからの、あのちょっとした単発攻撃とかで、あの相手の必殺技で2000ぐらい削られたらさ、もう元も子もなくないですか。だってベリッサとかだって1800ですよ体力。ワンパンじゃないですか。でアイリスだってさ1800なんでワンパンなんですよ。誰でもね2000なんてダメージ食らったらワンパンなんですよ。だからこそなかなかやばいでしょあれ。一発2000で一発で2000でかす普通の通常攻撃で1000何本出たっけ、1800ちゃう、1400とか1500出てませんでしたっけ。いやいやそれはやりすぎ。やりすぎでしょ正直火力。だからね、まあその相手からの魔法攻撃みたいなあれは全然食らわないと思うんで、攻撃かな、通常攻撃と必殺技さえなんとか耐えしのいで、まあ、やっぱりメリッサはいるのかなと。だから魔法パーティーの中でメリッサだけ一人突っ込まして、でメリッサに暗闇かけてもらって、あとは RA とかなんだ、ウィズとかがに殴っても、ウィズのあれか、あのパジャマウィズか確か、闇属性なので、まあ、その辺で殴ってもらうと、でこのねユニュンとかで殴ってもらって、でまあこの恵みはね、まあそんなエクスプロージョンさえなければね、まあ、単純にね火力が高いキャラなので、まあ、使いたいんですけどね、あのさっきのところですね、あれがもうちょっと、まあ、考えてもよかったのかなっていうのは、たださ、あの暗闇にかかってたので、まあ、暗闇にかかってるから一旦置いといて、まあ、相手から殴られない前提でもうちょっとこう、まあ、その属性攻撃2つぐらい打った後にエクスプロージョンでもよかったのかなっていうことで、まあまあまあね、まあ厳しいな。やっぱり魔法パーがいいな。
魔法パンがいいけども、でもだからといって通常攻撃、いやその攻撃あれですよね、魔法、この魔法、その物理タイプって物理防御の方が高いんですよね。だそういう意味では魔法はの方が火力は出せるけども、耐久でいったらなかなか厳しいっていう、結構複雑ですよね。ですので今回はまあ難しそうだなというふうに思いますね。はい、というような感じでございまして、これが本日の動画でございました。アリーナね、前回結構ね僕あんま伸びなかったので、今回もねもうちょっと伸ばしてみたいんですけどね、なかなか厳しいのかなと思います。ということでこれで終わりたいと思います。チャンネル登録やらやらね、よろしくお願いいたします。それではこのそば。